どうもコピーです。というわけで今回はシェアトを使っていきたいと思います。さあ、というわけでこちらのキャラは先日のねアップデートで 2way がね強化されまして、まあそのね強化に合わせてパワーアップが来たキャラになるんですけど、この人はこの形態と、あとこれね転生進化で、あと極性、まあこれがね強くなりましたよと。まあ特にやっぱりこっちのね転生とこのね究極の方、こっちに関しては 2way がね、めっちゃ増えてね、火力がとんでもないことになってるんですよ。はい。ただ、ちょっとそこで皆さんにね、一個質問があるんですけど、皆さんこのキャラ使ってますか？使ってないですよね こんなにね、強くなったけど使ってないんですよ、みんな。ふざけんなよ、マジで。あ、嘘嘘嘘嘘。ごめんごめんごめん。まあ、これはね、しょうがないよ。やっぱり、水属性って 2way 流行ってないじゃんね、別に。まあ、水属性版デイトナみたいなね、リーダーがいればいいですけど、まあそんなキャラいませんので、ちょっとやっぱりシェアとね、強いんだけど、どこでどういう風に使えばいいんやっていうね、感じだと思うんですよ。ただ、この人ね、やっぱ俺は救いがあると思ってて、この人の属性、まあこの究極に関しては、水ヒーなんですよ。水ヒーといえば。というわけで、さあ、今回はこちらの編成にね、ぶち込んでね、使ってみたいと思います。はい。今回、76リダチェーンハイレンシウルフです。さあ、というわけで、まずパーティー編成紹介します。さあ、まずリーダー、バレリアが独占剤 7C の10連武器。で、シェアと1体目が 2way の消せない回復、ベルトの武器ですね。はい。では、もう1体。こっちはね、もっと火力ね、やばいと思うんですよ。10C にね、2way 7個で。で、この人には、ウルトラマン、新ウルトラマンの武器です。この人がね、副属性変更火に加えて 7C 持ってるんですよ。そう、この人ね、水1個しかないんだけど、種族のね。ただ、これで火属性付与できて、なおかつ 7C まで漏れるっていうね、この武器、マジ強いよな。で、上限の悪魔キラーです。そして、ルドラーが遅延2つ、悪魔キラー2つのスキブ、で、アバン武器です。まあ、これは安定のダメージ無効貫通です。で、ハイレンがスキブ、お邪魔潜在、遅延2つの、ミアーダ武器。で、相方、シエルフが遅延6のスオ武器ですね。さあ、これでいきましょうか。さあ、どんだけ軽く出せるか。まあ、今回はね、やっぱり76なんでね、まあ、この辺のキャラたち、たこ焼き持ってますんでね、たこ焼きの恩恵もでかいんじゃないでしょうか。まあ、ここはひとまず、これでヘイスト、で、リダチェーン。で、まあ、10レまでいきますか。はい。こうすると、まあ、これ一応この状態でも、こいつらの攻撃多分耐えれるんですけど、どうしようかな。威嚇さしてもいいな。どうする？威嚇さしとくか。一応な。まあ、ちょっとここはシールが溜まるのを待ちましょうか。いやいやいや、2way 組んでないのに、なんでそんな削ってんの？意味がわからんし、もう。おかしいでしょ。まあ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 。まだまだね。まあ言ってもね、このシアトに関して 7C、10C、10C だからね、すでに火力やばいんだけど、これに加えて 2way 7個。もう意味がわかりません。OK、シールフ立ちました。で、こっからまた6ターンね、耐久していかないといけませんが、まあ大丈夫でしょう。ただちょっとね、このパーティーね、ハイレンがね、HP と半減なんで、回復倍率がないんでね、ちょっとその辺回復力は若干怖い。あー、なんか 2way 落ち込ん来ちゃったけど、大丈夫？あー、すごいや。2way 1個でこれですか。なんだこれ。ちょっとようわからんね。よし。ここはね、新ウルトラマン使います。これもね、威嚇なんですよ。このパーティーすごいよね。威嚇がね、いっぱいいるんだよね。まあ、これね、ちょっとさ、このシアトのアシスト武器、裏を使うかどうかで、若干悩んでる。まあ、シアトのね、目覚め使ってもいいんだけどね、正直。なかなか迷いどころだな。裏のスキルも結構強いんだよ、普通に。で、ここは、まあ、威嚇させたんで、まあ、とりあえずシーフル溜まる待ちましょう。あ、ごめん。何やってんだ。早速、沼。もうやめよ、そういうのね。本当に。ごめんなさい、マジで。ただ、これが僕にとっての普通なんで、まあ、ちょっと見逃してください。もうしょうがないです、これは。ちょっと今間違えて2way 組んじゃったが、大丈夫か、これ。まあ、2way 1個ぐらいやったらね。なんか結構削ってる気がするけど、まあ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 。
ちょっとここはね、吸収切れるの多分待たないといけないよね、さすがに。さあ、シールフ立ちましたんで、変身させて、であとは待ちます。よーし、じゃあ、まあ、吸収次終わるんで、もうここで攻めていいかな。はい。じゃあ、ここからは、ハイレンと、シールフのスキルをもう交互に使っていくね、形となります。多分ね、これどっちもエンハバ率は2倍じゃないかな、多分。なんで、まあ、どっちのスキル使っても火力はまあ、ほどほどに出せると、思っております。さあ、これでまずはまあまあ、うん、小手調べ。まあ、こんな感じね、オッケーオッケー。うん。いいよ。そっからね、やっぱどれだけ落ち込んでおるか次第やから。うん。で、まあこれ今ね、あの、副属性ない方のシアトの方が火力出てますけど、これ、2ウェイいっぱい組んだ場合は、もしかしたら、水火シアトの方が火力出るかもな。で、あとごめんね、ちょっと待って、このパーティー操作時間がね、あんま長くないから。オッケー。さあ、火のウェイ多め。ちょっとこれ、これ火属性の火力。ああ、やっぱそうだよね。やっぱこっちのシアートの方が火力出てる。いや、これが2ウェイの暴力か。なるほど。面白い。気に入った。やっぱそっちの方が火力出るんだ。いや、これね、消せない洗剤とね、上限どっちにつけようか迷ったんだけど、まあでも2ウェイ多い方がいいよね。あの、ボスがね、確か水消せないやってくるはずなんで、10ターンね。まあだから今回は、まあ水火シアートちゃんに一応、つけたんだけど、そうか、やっぱ2ウェイいっぱい組めばね、やっぱそうなるよね。オッケー。まあ、ここもね、まあ、安定の2ウェイ。もうルーレット食らおうがなんだろうが、もう安定の2ウェイ。よし。まあ、ここはね、もう、このパーティー、火水しか属性ないんでね、もう吸収なんて、もう気にせずね、やっていきましょう。ただ今みたいな感じ10コンボいかないと渋いよねっていう。渋沢栄一。よーし、オッケー。はい。さあ、4回。ここでね、操作短縮と回復現象来るよね。まあちょっとそれは残念ながら、バレリアね、10連ガチャだろう、貯めたいからな。今これは使いたくないんだよね、正直。まあでも使っていいかも、これ。で、ついでに、アバン武器を使う。ちょっとね、このパーティーさ、シアとバインド食らっちゃうから、普通に。まあちょっとね、バレリアの10連はね、この後使うかもしれないからね。ちょっとため直しはしないといけないんですけど、まあ一旦ここはもう、まあもうそんなこと考えずに、まあ行こっか。まあルーレットここで終わります。うわ、あ、でもこれカンストじゃないか。これ今のカンスト火力ではないよね。違うけど、いや、火力やっば、これ。ああ。OK。まあ、ただ、こういう攻撃現象とか来ると、まあ、途端にね、弱くなっちゃうよっていう。まあ、なかなか隙も多いパーティーだね。まあ、こいつはこんなもん組んでね、はい、倒します。で、ここ盤面縮めてくるよね。まあ今回威嚇がね、もうなんかすでに溜まってますね。本もこれ使いましょうか。まあまずベルド使うか。OK。さあ、ここどうしようかな。どれぐらい待ちゃいいんだろう。まあ別に。あ、でもさ、こいつさ、死ぬときにさ、喋るから、これ2ターン分消化するんだよね。この敵のギミックも。じゃあもうここで倒しに行っていいのか。うん、じゃあもうこっからもう行っちゃいましょう。はい。まあこのパーティー HP 高いんで、マイクロムーブは大丈夫です。 OK。 OK。 うわー、水上落ち込み、いいね、素晴らしい。いや、42億素晴らしい。あ、そうかそうかそうか、こいつのシアトはそうだね、42億関数だった、ごめん。まあ雲捜査官も大丈夫です。で、こいつ何やってるんだっけ。リダッフレのあれだよな、攻撃現象だよね。うん、効きません。まあそしたらこいつは火属性なんで、まあ水の火力でね、押していければいいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってね、ここはそう、水火以外のドロップで蓋をしてあげて、
まあ縦に組んでいくと、うん、でちょっと待ってね、オッケー、にゃーくそ、もうちょっと なんか操作時間短いなこのパーティー。まあ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 、でもしっかりとグアンパしていくとね、はい、これで OK です。なんだこの喋り方。さあ7回です。あー、なんか見るからにねアメリカンな色をしてるキャラが来ました。こいつあれだよな、ジムテクんだよね。うん、あのそんな盤面作ったらお前死ぬぞ。いや、ただこいつ水属性か。うーん、水属性はちょっと火属性の火力が乗らないんでなかなか厳しいか、こいつワンパンは。ちょっと待ってね、マジね、指がね意外と短いんだこのパーティー。はい、まあ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 、悪くない悪くない悪くないコンボじゃないか。さあ水の火力で押すんだ、ここはいけ、よし、素晴らしい。じゃあ近い、ちょっと待って、いやバレリアあと7ターンか、この次だよね。バインド、バインドがねこの3体食らっちゃうんだよ。まあ食らっても最悪どうにかなるけど結構めんどくせえと思うから、ちょっとここはスキル貯める方向性でいこっか。まあひとまず右のやつだけは倒しとこう。ごめん、これ良くない組み方ね、これ2人来てない、あの悪い組み方です。はい、うん、まあ、ただちょっとこれはさすがにヒドロップが多すぎるから、まあこれはしょうがない。まあ一旦これで右だけ倒して、まあちょっと若干スキルダメかな。もうここで倒していいかな。こいつ確かさ、あれだよね、7ターン発狂だから、まあもうこれ使うわ。まあちょっとあと2ターン残ってるけど、まあ大丈夫でしょう。あのバインドから封印みたいなね、そんなアホみたいなことはしてこなかったはずだから、あのミラーね、次の回のやつ。まあだからまあここは倒していいかな。もうなんかこいつと殴り合うのちょっと地味に怖い。さあこれでね、ちょっとルドラ使うとさ回復力下がっちゃうのが怖いんだよね。そうボス戦とかさね、ずっと向こう張ってるからね、ちょっとその辺怖いな。でそうお前がバインドしてくんだよ。うわ回復やば、ちょ待って、これ回復追いつく大丈夫これ。うーん、回復ナイス、落ちこーん、マンタマリ痛い、超 OK。 さあ何してくんのお前は、火力上がんの大丈夫。おお、あーまあとりあえずこれ使って、で10連使う。うーん、わこれロックやばいな。これシアト使うか、これ使おう、これロック解除できるよね。 OKOKOK ナイスナイスナイス、よし、うん、これでじゃあこいつは倒そっか。あぶねー、なんかこの団長さ、なんか結構敵のダメージ優しいとか言われてるけど、なんか全然そうでもねえじゃん。誰は嘘ついたやつ。まあここはこんな感じでいこうか。やっぱちょっとルドラ使ったターン怖いな、マジで回復力が怖いわやっぱり。まあ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 、こいつはさすがにワンパンですよ。うん、 OK10 回で、ここね、ここもなかなか怖いよ。まあ、ここは初手ツーウェイとかじゃなくて、もう普通に、平積みで、左を殴る。いやー、でもこれ平積みだと軽く乗らないかな、さすがに。厳しい？あー、きついか、結構。まあ、これはしょうがないな。まあでも、ひとまず、こんな具合で殴っていこう。殴って、まあ、ある程度削ってから、ツーウェイ組んで、もう一気に飛ばそう。そういう方向性でいきます。おーい、なんでツーウェイ落ち込んきちゃったの。あ、倒すんかい。いや、しかも右残ったし、マジかよ。いや、これされるとさ、そう、こういうことしていくんだって、こいつ。で、これで、あれだろ、あの、左一体残ししたら死ぬんだよ。意味わかんねえよな、このゲーム。うわー、どうしよう。いや、でも今さ、まあ、ここ一旦殴るか。
いや今の軽く見る感じだと多分普通になんかいけそうな雰囲気あったな。いやでも今のは正直結構水引が決まってたみたいなとこあったからな、ちょっと怖いな。怖いけどもうやるしかない。もう俺の手は止まらない。殺意に満ち溢れてる。よし、ナイス落ち込む。うわ、シオチコン、神。いやー、耐えてくるけど、まあ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 、こんだけ減らせば大丈夫よ。よし。OK、倒します。あのさ、なんかよくよく考えてみたらさ、あの、シウルフでこんな運用してるやつ、マジで世界で俺だけじゃね？ね。向こう貫通とか組まずにさ、ただウェイを組むシールフパーティー使ってんのマジで世界で俺だけじゃねやばいよなこれ普通に。 OK、 さあ11回、ここはあーリダチェンね。そして九州は、はい、アメリカから治療開始っす。まあここはいった盤面整理のターンということで、いやーただこのパーティー両刀型だからな、火水どっちの吸収食らってもダメだからね。ちょっとその辺大丈夫かな。さあ何、いや吸収か、うーんなかなか難しいねこいつ。ちょっとここの運ゲー制さないと先には進めないぜ。いやー場面めっちゃいい感じなんだよ。ちょっと吸収やめろ。ナイス。いやーただ水属性になったの結構まずいか。まあでもこいつ確か半分来た時は光闇吸収確定だからまあ大丈夫か。最悪倒せなくてもなんとかなる。ただ俺は倒しに行く。ちょっと待ってね。オッケーナイス。あーでも回復つながったけど、まあ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 。オッケー。いけ。いやー素晴らしい。いやー気持ちいいねこれね。やっぱこれをするために僕は生まれてきたんです。さあここは、左をたげります。ちょっとここ怖いよ。うん、あのこいつね左一体残しするとまずいんで、ただこいつは威嚇通るな。もうこれ使うか。もうこれから先威嚇通るキャラもうほぼいないから、もうこれ使っていいなこれ、うん、威嚇使おう。いやこういう場所で使うべきでしょこういうのって。まあちょっとここはね、これを利用していくね。ただヘラドラのことを考えて、こっちのねベルド武器は正直貯めたいね。うん、ベルド武器貯めたいから、あ、まあでもバレリアでも対策できるのか、そうか。うん、まあ、まあだって、まあまあいいや。あ、そうか、バレリアで対策できるのか、そうかそうか。あ、じゃあまあ花火も大丈夫だね。うん、じゃあまあもうこのままもう突き進んで行ってしまいましょうか。よし。で、奇跡。まあここは普通にもう殴りましょう。ルードラーがなんか溜まりそうになってんな。これ一応ヘラドラ来るとルードラ必要になるから、まあそうだな、ちょっと準備しとこう。いやーでもこれさ、やっぱちょっと怖いね、ボス戦の殴り合いができるのかどうか。さあちょっとここあのシアトへの攻撃現象はノーセンキューでお願いします。はい、知ってた。うん、じゃあここで倒そう。でルドラーがもう次溜まっちゃうんで、もうここで使っちゃいましょう。はい、これ使います。で倒す。 OK、 まあこんなもんでいいでしょう。やっぱ回復力が怖い、回復怖い。いやこれ怖いよマジで。さあなあ、ラドラか。お前は確か向こう払わなかった気がするですよね。でまあちょっとここはね、あの先十字解除しよっか。十字解除します。うん、シールフのアシストにね、あの素を武器があるんで、まあそれでまず一旦ここは暗闇解除して、
まあ、その次突破とかでいいんじゃないですか。あ、いったこんなもんで。あー、これでもなんか普通に削ってくね。 OK、 まあこんなもん削れば多分倒せるっしょ。うん、じゃあ行きます。はい、ここで上よく見まくると。あ、くそ、もうダメだ。もうなんでこんな毎回毎回俺のパズルは終わってんだ。もうまあでもいいや、もうどうせ倒すから関係なし。あぶねえ、あぶねえ。うん、まあ多分こいつはワンパンできるでしょ。さすがに、さすがにスタン落ち込んなし。クラオウが、あ、これ今バレリア使うべきだったかな。まあまあいいわいいわ。まあここもこんなもん組んであげて、ね、はい、 OK、 ナイス。さあワンパンして見せなさい。ごめんなさい、できません。やっぱり、ああ、うちのパーティーじゃ無理だわ。ああ、よーし、じゃあこんなもんで、はい、進化前突破しました。はい、進化後行きます。で、こっからね、こっからが怖いんですよ。そう、ルドラを使うから回復が追いつくかっていう話や。そこが怖いんだよ。まあ一旦ちょっと使ってどんなもん削るか。いや、ごめん、ちょっとルーレット単中にこれ攻めない方が良かったかな。うん、ごめん、絶対ルーレット単中にやるべきじゃなかった。ごめんなさい。しかもサブの視野とあれ食らってるし、攻撃現象。そう、こいつ結構ダメージできるんだよね。まあ目覚めとこういう、まあ毒お邪魔変換は大丈夫なんだけど、回復やばいよね普通に。よし、うわ、こんだけ回復組んでもやっぱ満タンまでいかないんだ。まあ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 、これはしょうがねえ。 OK、 ああ、このシアトの、ああ、まあまあいいか、うん、まあまあいいわいいわ。そう、こうやってルドラがね使えてないターンはもう、あの、全くもってね攻めることができないんで、もうここは耐久です。はい、よし。じゃあ、ここをハイレン使って、で、10連使う。で、ルドラ使う。で、これもう一度ハイレン行くか。ちょっと回復怖いよね。うん、多分こんだけ回復作れば大丈夫だ。で、ここで攻めます。まあちょっと貴族性だから水乗らないけど、まあ関係ない関係ない。最悪、あの、火力入らなくて、もうどうにもならなくなったら、もう、あの、こいつらの代わりに、もう俺が直接こいつ、あの、ぶっ殺しに行くんだよ。うん。オッケー、いやー、素晴らしいコンボだ。いや、回復力終わっとる、終わっとるけど、ナイス、落ち込みよ。副属性、よー、いいね、素晴らしい火力。よし、水属性になったか。ちょっとここで半分行きたいんだよね、できれば。ここでも回復があまりにも少ないから、ちょっとここはじゃあこれ行こう。回復いっぱい作ってね。あ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。うん、でまあこいつの半分の攻撃はね、一応スキルなしで耐えれるんで、もうそのままね削っちゃいましょう。いや、ちょっと逆に回復、うわ、多すぎ、うん、多すぎないけど、まあまあまあいいわいいわ。よし、うん、まあいいでしょう。さあ、ここは種属性の火力、うん、なんかあんま入ってねえわ。まあ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 いいや。で、ここね、ここでね、このシアトの強みがね出てくるんですよ。そう、今回ね、この2ウェイ10個搭載してるシアトにね、消せない潜在つけてますんで、まあここで僕がやるべきことは、そうです、もうこうやってね、火の2ウェイをなんとね、たった1個、たった1個組むだけで、なんとね、全回復です。素晴らしいでしょこれ。
まあというわけで後半も頑張っていきましょう。ただこっからね攻撃半減食らってるんで、まあそこが若干怖いですね。この話するの多分1億5000万回目ぐらいだと思うんだけど、このボスの BGM マジでかっこいいよね。しゃあみんな、もう攻撃現象消える前耐久してきたわ。もうさあお待たせいたしました。まあまだ結構 HP 残ってますが、もうここでいっちゃいましょう。 OK。 じゃあ最後これどうしようかな。このベルドのスキル使うのもありなんだけど、どうかな。なんかこれで盤面偏ってもねあれだから、もうここは普通にさあこれで目覚めをかけて、でシール力使うで、ハイレンで OK。 じゃあ最後この盤面組んでね終わりましょう。はい、なんかよくわかんないコンボになりましたが、まあこれで水落ち子乗っかる。はい、水落ち子2セットで最後は種属性カンストしてさようならという感じでございました。やばいタコさん。まあというわけで今回はね、見たこともないシールフ編成ね、ツーウェイ特化型両頭型シールフ、わけのわかんない編成でね使っていきましたけど、いやーどうです。まあやっぱ俺の望むところとしてはやっぱり服属まで完走っていうのはねちょっと見たかった気もしましたけど、まあ結局こういうことなんですよ。やっぱシールフ最強以上、さよなら。